画面アスペクト比。画面アスペクト比とは、映画、テレビジョンなどにおける画面のアスペクト比である。誤解の可能性がないときは、単に、アスペクト比、アスペクトレシオともいい、ディスプレイアスペクトレシオ、あるいはスクリーンアスペクトレシオを略して、ダー、SAR とも言う。アスペクト比は、テレビやデジタル動画では、横縦の整数比、0、4、3で表されることが多く、 映画界では伝統的に縦を一致とした縦横比0、1、1.33で表されることが多いが、ここでは順序は横縦比0、4、3、1.33、1で統一する。横縦比が1.375、1または1.33、1の画面サイズのこと。かつての映画の標準サイズだった。エジソンが採用した横縦比は1.33。 1,4,3で、以来サイレント映画時代は1.33,1だった。トーキー映画の出現で一時期サウンドトラックによって画面が削られたため1.19、1なども使われたが1932年に映画芸術科学アカデミーによって1.375、1、4.135、3に定められ、これが標準となった。そのため、アメリカではアカデミー比、 アカデミーレーシオと呼ばれる。iMAX 映画では1.33、1を採用している。口述。テレビ放送の標準画面は1.33、1、4、3である。ビスタビジョンサイズとも、横立て比が1.66、1程度の横長の画面サイズのこと。パラマウント映画社が開発した、ビスタビジョン、ビスタビジアン方式で得られるもので、 撮影時に35ミリネガフィルムを横に駆動させるビスタビジョンカメラを用いてスタンダードサイズの2以上の画面面積を使って撮影し上映用プリントを作成する際には縦駆動のポジフィルムに縮小焼き付けするその際スタンダードサイズの画面にスクイーズもしくはレダーボックス状態で焼き付け横長の画面を得る前述の方法のバイフィルム面全体に画像を縮小することで 鮮明な画質を得られる。が、今日では、フィルムの性能が向上したために撮影時にフレームを確認しながら、ポスト処理でスキングされる場合が多い。かつての横気道ビスタビジョンは、後年ジョンダイクストラが、ダイクストラフレックスとして、特撮用カメラとして、再利用し、その基本性能の良さが再評価された。ヨーロッパビスタ1.661とアメリカンビスタ、 1.85、1との2種類がある。日本映画においては大英、原、角川映画が初めて採用し、アメリカンビスタサイズが用いられることが多い。ハイビジョン放送の画面は1.78、1、16、9でこの2つの中間である。シネマスコープサイズとも、横立て比がおおよそ2、1以上の横長の画面サイズのこと、20世紀フォックス社の登録商標である。 シネマスコープの略称であるシネスコと呼ばれることが多く、ビスタビジョンより横長の画面の総称としても用いられることが多い。アメリカではワイドスクリーンと呼ばれる。劇映画ではハリウッドによる1953年のアメリカ映画セイがシネマスコープの最初の作品。日本では1956年12月に新東宝が初めて採用し、 シネパノラミック方式、大シネスコとして、明治天皇と日露大戦争、公開、1957年4月29日の制作を開始、日本最初の大シネスコついに出現、のコピーが新聞各紙に踊った。しかしその公開前に、東映画、大鳥城の花嫁を、東映スコープとして、急遽完成させ日本初のシネマスコープ映画として、公開。 197年4月2日した。続いて、日活が日活スコープ、東宝が東宝スコープ、松竹が松竹グランドスコープとして採用。新東宝も新東宝スコープとして制作を続けた。当初、大型映画として画質の良いビスタビージョンを採用した大英も、制作費削減のため、大英スコープとして採用した。横立て費は2.35。 1,12,5。アナモルフィックレンズを使用して左右を圧縮し1.371の横立て比でフィルムに記録し上映時には左右を復元して横長の画像を得る。開発当初の横立て比は2.661だったが第一作正位は2.551であった。もともとは広角サウンドトラックを用いずパーフォレーションの外側に記録された。 次期サウンドトラックで4トラックサウンドでの上映されることが前提だった。広角サウンドトラックは省略されていたために2.66-1の重王比となった後、広角サウンドトラックが追加され、重王比が2.35-1に変更された。65mm フィルムを使用したトット AO 方式も同時期の1953年に登場した。それは、 シネマスコープとの画質の差は歴然であった。そのため、フォックスは 55.625mm フィルム使用し、それを 35mm に縮小焼き付けする、シネマスコープ55という方式を開発し、王様と私など一部の映画で使用したが、画質面で、トッド AO に勝てず、カメラも高額であったため、短期間で終演を迎えた。横立て比は2.35。 1>, 1. テクニカラー社の登録商標。ビスタビジョンと同じく35ミリフィルムを水平方向に送って撮影するテクニラマカメラにアナモルフィックレンズを装着して撮影し、縦駆動の35ミリポジフィルムに焼き付け、上映時に左右を復元して横長の画像を得る。ビスタビジョンと同じく収録面積が通常の2倍以上あるため画質は非常に鮮明である。テクニラマカメラは ビスタビジョンカメラで代用可能。パネビジアン。横立て比は2.35。1から2.4。1。米国パナビジョン社の登録商標。パナビジョン社製のアナモルフィックレンズを使って撮影されたものをパナビジョンと称する。現在最も主流のワイドスクリーンの撮影方式である。アーコ製品。スーパー35の原型。35ミ、mm、リのフィルムで。 スタンダード撮影し、上下をトリミングして、ワイドスクリーンの画をえる方式。収録面積が少ないため画質は悪い。スタンダードサイズのフレームを上下にに分割して、横長のネガを撮影し、上映プリント作成時に左右を圧縮して焼き付け、シネマスコープと同様に上映し横長、画像を得る。撮影用ネガを節約でき、記録映画を中心に用いられた。 収録面積が少ないため画質は悪い。フィルムの左右幅もいっぱいに使用し、ビデオ化の際の監督の意図と画質を両立させたフォーマットである。右の画像のように本来フィルムにはサウンドトラックが付けられている。焼き付け作業を効率化するために通常の撮影時には使用しないサウンドトラックの部分も開けて撮影されるが、スーパー35では 撮影時にそのサウンドトラック部分まで使い、大きな映像で撮影する。その後、上下をトリミングして、アナモルフィックレンズを使い左右を圧縮して、上映用プリントを作成する。35mm に焼き付ける前の段階までは、アナモルフィックレンズ特有の Y 曲周差が出ないので、それ以前のマスターポジや、ネガフィルムまで帰って、コンピューター処理でスコープを得て、ビデオ化され製品では、 Y 極収差が出ない広角レンズでの撮影では Y 極収差が発生するため解無になるわけではない。前述の撮影方式ではワイドスクリーンをテレビサイズにトリミングすると映像の約半分がなくなってしまう。しかしこの方式では画面左右をテレビサイズに収めたい時にはマスターフィルムか上下を広げることで対応できビスタサイズの撮影方法と同じ。 監督の画面の糸をある程度崩さずにテレビサイズへの変換が可能であった。しかし上下が映ることは撮影時に考慮されていないため不要物が映り込んでいる場合がある。アスペクト比はサイレント時代のスタンダードサイズと同等になるが実際にはジェームズ・キャメロン監督作品で顕著に行われている通りソフト化の際テレビサイズとビスタ、スコープなど ワイドスクリーン画面の両方を同時に得るなどの目的で画面上下左右が切られることが多い DVD やブルー、例デジタルテレビが普及したことによってテレビサイズにトリミングする必要がなくなったためこの撮影方式は廃れてしまったがアナモルフィック撮影と比べて歪曲収差が少なこと被写界深度がスタンダードと同じアナモルフィックレンズは構造上 被写界深度が浅いことなど利点もあった。前述のスーパースコープよりも画質は向上しているが、記録面積の違いからアナモルフィックレンズを使ったワイドスクリーンよりは画質は落ちてしまう。パナビジョン製アナモルフィックレンズをスーパー 35mm 用カメラアリー435シリーズなどに装着して撮影される例がある一方、HD カメラによる 撮影の増加に対抗して、スーパー35画面の縦幅3、4に縮小した3パー4、イコール3パー4レーションという、やはりフィルム面積を最大限に用いテレビのワイド化にも適合した新方式も登場している。撮影時に 65mm ネガフィルムを使う企画と、ビスタビジョンカメラにアナモルフィックレンズを使う企画がある。 65mm ネガフィルムを使う規格には、サウンドトラックを付加して 70mm にした、トッド AO や、スーパーパーナビジョン70、さらに撮影時1.25、1のアナモルフィックレンズで圧縮する、ウルトラパナビジョン70があり、スーパーパーナビジョンのアスペクト比は2.06、1、ウルトラパナビジョンは2.75、1である。 スーパーテクニラマ70と呼ばれ、ビスタビジョンカメラに1.5、1のアナモルフィックレンズを装着して撮影する。70mm プリント時のアスペクト比は2.06、1となる。フィルム解像度の向上で、1970年代後半以降の 70mm 映画は 35mm シネマスコープネガで撮影し、70mm ポジフィルムに焼き付けるものが多い。 また1080、24P 規格のハイビジョンによるデジタル撮影も増えてきた。70mm フィルム映画の種類は次の通り、横立て比は1.44、一だが 70mm フィルムを横走りで使う。ことにより 70mm 映画よりも大きい画面サイズに記録し、専用の劇場、iMAX シアターで上映を行う。巨大スクリーンのため臨場感があり、近年では、 3D バージョンの制作が盛んに行われている。シネラマ以上の巨大な画面は一定の評価を得て、オリソの画像は非常に鮮明で、とても小さなディテールまで認識することができるため、特に映像を主とするエデュケーションコンテンツを得意とする。その圧倒的な映像のクオリティで厳密にはアスペクト比の規格ではなく、スクリーンサイズの規格である。 比較は縦9メートル以上、横25メートル以上の湾曲したスクリーンである、横縦比は約2.88、1。初期のシネラバは、スクリーンに35ミリメートルを3本並べて3台の A 射機で同時に映射する方式だった。同時駆動させた3台のカメラで撮影された映像を3台の A 射機で投影する方式。 1955年より1964年まで帝国劇場においてこれがシネラマダをはじめとして数々の作品で話題をさらったが非常に高いコストがかかるほか3本のフィルムの境目が見えやすいことにより衰退後期シネラマは 70mm フィルムを使用して同じ規格のスクリーンに投影した 70mm 版のこれがシネラマダも存在する 後期シネラマの第一作は、スタンリー・クレーマー監督のおかしなおかしなおかしな世界代表作として、スタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅がある。日本においては、東京帝国劇場、テアトル東京、中日シネラマ、シネラマ名古屋、OS 劇場といったシネラマスクリーンの上映感があったが、すべて廃館となった。日本における、 NTSC 方式テレビ放送の画面サイズは、スタンダードサイズの横立て比1.37、1とほぼ同じサイズの1.33、1、4、3で NTSC 方式テレビ放送を改良した、ワイドクリアビジョン放送、地上デジタルテレビ放送と BS デジタル放送で採用されている高精サイドテレビジョン放送の、日本企画ハイビジョンの画面サイズは1.78、1、16、9で、 ビスタサイズとほぼ同じ。したがって、テレビやビデオなどの映像機器を接続する映像伝達ケーブルに流れる映像信号も NTSC 方式に準拠しており、ドット換算で言うところの640-480サイズ、4、3程度の映像信号が流れるのが基本になっている。また D 端子を使って連想する信号の d 一も、この NTSC 方式相当の信号規格、 規格としては720、40として定義されている。D3 では日本規格でいうところのハイビジョン映像相当の1920、1080、16、9サイズの映像信号までが許容信号になっている。D1、D3 などは信号の名称ではない。詳細は D 端子を参照のこと。 映画などの場合は上映上の映写機やスクリーンを適用したものに変えていけば済むが、テレビやビデオなどの映像をメディアでは対応する。数の関係で映画のようには、企画の変更は容易ではない。従来の映像機器の企画は、スタンダードサイズの映像信号を伝達することを前提に決められたため、映像端子、コンポジット端子、S 端子、D 端子の D1 規格ケーブルなどの 信号伝達路には4、3歳の映像信号しか流せない。そのため16、9のワイドサイズ映像については16、9サイズの映像をどのようにして従来規格である4、3サイズ限定の映像信号伝達路に流すかを考えた結果生まれたのが4、3サイズの記録領域に16、9サイズの映像を収録するレターボックス方式やスクイーズ方式である。 その後、映像メディアの発達により、高画質あるいはワイドな映像の規格が、誕生しそれらに対応し機器を使用することで、映像信号の伝達炉にも実際の映像サイズに応じた信号を流すことが可能になっている。横竹比は4、3、スタンダードサイズと同じ比率で、NTSC の標準画面サイズである。4、3テレビの場合はそのまま表示される。ワイドテレビで、 ノーマルサイズ番組を視聴する場合は、4、3サイズの映像の左右にサイドバーを付した形で表示される。横縦比は16、9、ビスタサイズとほぼ同じ比率で、HDTV の標準画面サイズである。ノーマルテレビでワイドサイズの番組を見る場合は、上下に黒枠がついた形で表示される。この形態をレターボックスと呼ぶ、口実。4、 3ノーマル画面に16、9ワイドサイズの映像が、ちょうど収まるような形に、画面内の上下に黒枠をつけて表示するタイプのものを、レターボックスという。同様に16、9ワイドサイズの画面にシネマスコープサイズ、2.35、1の映像を挿入したものもレターボックスと呼ばれる。双方を特に区別する場合は、前者、4、3サイズ画面に16、 旧映像を挿入したものを4、3レターボックス、レターボックス表示の4、3サイズフォーマット映像、後者、16、旧ワイドサイズ画面に、シネマスコープ映像を挿入したものを16、旧レターボックス、レターボックス表示の6、旧サイズフォーマット映像と呼び分ける。後者のみを唐突に表現した場合などは、前者と混同してしまう可能性もあり紛らわしいので、注意が必要。 また、シネマスコープサイズの映像を4、3サイズに挿入したもの、右画像の例も同様にレターボックスとして分類される。この場合、特に2007年現在で確立された故障などは確認できていないが、便宜上でシネマスコープレターボックスやレターボックス、シネマスコープサイズなどの説明記述が見られる。技術理論的には16、9レターボックスを4。 3画面サイズに挿入した4、3例ボックスということになる。4、3レターボックスでは、16、9映像の信号を受けて、テレビ側が黒枠をつけている場合と最初から映像が、レターボックスとして作られている、信号としては4、3映像場合がある。後者の場合、ワイド画面、サイズテレビの機種によっては、ズーム機能により16、9に拡大するものもある。 DVD ビデオの場合もテレビと同様にノーマル、ワイド、レターボックスの3種類の画面サイズで映像が収録されておりほぼテレビの画面サイズ規格に準拠している。映像信号の出力先テレビがノーマル、4、3画面比率化ワイド、16、9画面比率化によって出力情報を変化させている。16、9の映像はテレビと同様に 映像信号の伝達路規格が4、3サイズを基準にしているため、記録方式もレターボックス方式か、スクイーズ方式で行われる場合がほとんどである。なお、スクイーズ信号は、S 映像ケーブル、D 端子ケーブルを使用しないと出力されないため、ワイドテレビに DVD プレイヤーをつなぎ、スクイーズ記録された DVD を視聴する場合は、これらの対応ケーブル仕様が条件になる。 横縦比は4、3テレビの場合と同様 NTSC の標準画面サイズである。DVD ソフトでは4、3の表示がついている。4、3テレビの場合そのまま表示され、ワイドテレビの場合はテレビ側の設定によ、ノーマル、左右を黒枠として中央に4、3画像を映す。フル、4、3画面全体を均等な割合で左右に引き伸ばし、 画面いっぱいに表示する。ジャスト、画面を左右に引き伸ばすときに、チューブの身長を少なくしその分左右端よりの伸縮を多くすることで引き伸ばしによる不自然感が少ない画像に見せるなどが選択できる。DVD やデジタル放送での SDTV のアスペクト比の説明に見られる 720X480 や 704X480 などの数値は、それのみを見ると4、3、 四三イコール六百四十 x 四百八十2はなっていないが、これはテレビ PCDVD 記録などで画面全体を構成する一つ一つの点、画素を参照の重要比、アスペクト比のピクセルアスペクトを参照が異なることによる。例、NTSCJ 準拠の SDTV のピクセルアスペクトは横、縦イコール1時11分なので、7 0 4 x 1 11イコール640となる。このようにピクセルアスペクト比が10時11分で作成された映像データファイル、DVD に記録された映像を他などをピクセルアスペクト比が1、1の PC などで再生する場合は通常のテレビで見る場合より若干横長になる。ただし DVD ビデオ再生やテレビ放送視聴用のソフトウェアなどはそれらの A データを DVD ビデオや 放送映像信号として見る上では、ピクセルアスペクト比の補正機能があるために、通常のテレビで視聴する場合と同様に正しい画面比率で見られる。横縦比は16、9テレビの場合と同様、ビスタサイズとほぼ同じ比率で、h d t v の標準画面サイズである。DVD ソフトでは、通常、16、9の表示がついている。DVD プレイヤーの出力先を、 ノーマルテレビに設定すると上下に黒枠がついた状態、レターボックスで出力する。出力先をワイドテレビに設定すると左右に圧縮した画像にスクイーズ信号を付与て出力する。ワイドテレビはスクイーズ信号を検出すると画像を横方向に引き伸ばしフルモードで表示する。そのためノーマルテレビでの表示に留意して 16QLB ワイドテレビ出力時が6、9、ノーマルテレビ出力時がレターボックスと2つの表示を並べて表示している DVD ソフトもある。勘違いされやすいが16、9は黄金比ではないので注意。テレビの場合と同様に16、9サイズの映像を4、3サイズの画面内に収まる形で記録したもの。DVD ソフトでは LB、あるいは16、9LB。 の表示がいいている出力先がノーマルテレビの場合はそのまま上下に黒枠がついた状態で出力される。出力先がワイドテレビの場合はレダーボックス信号を付与して出力される。ワイドテレビがレダーボックス信号を検知すると左右幅が全表示になる程度にアスペクト比を変えずに全体を一律にズーム表示する黒枠をカットするわけではなく あくまで一律にズームする機能であることに注意。したがって、ビスタサイズ収録画面の場合は、左右に加えて上下も全画面表示になるが、スコープサイズ、シネスコサイズ収録の場合は、ズーム率はビタサイズと同様なので、結果的には上下の黒枠が幾分残ることになる。S 端子の場合は、S1 端子は、レターボックス信号に対応していないため、 S, S に端子を使用する必要がある。DVD に収録した映像を16、9画面サイズの画面に表示させる方法には、レターボックスとスクイーズの2通りがあり前者は、上下に黒ワークをつけることで16、9画面を収録するのに対して、後者が16、9画面を左右に圧縮して収録している。ノーマルテレビで見た場合の画質は両方式とも全く同じだが、ワイドテレビで見た場合は、 後者の方が高画質となる。従って、16、9表示を前提にした映像ソフトの多くは、スクイーズ方式で作成される。両方式ともそれぞれ再生機側が、レダーボックス信号やスクイーズ信号を創出する、ことで受信側の画面制御を行う、レダーボックス記録で、レダーボックス信号なしの場合は16、9表示では、ソースの状態に禁する、額縁状態になる。 ワイド画面対応の番組を、加減 DVD レコーダーや、HDD レコーダーなどで録画したもは、このレターボックス信号が出ないケースに該当する。スコープサイズの映像は DVD でもテレビの場合と同様に、アスペクト比は、テレビの場合と同様に4、3か16、9の2つのみなので、16、9画面の上下にさらに黒枠をつけた状態で、オーサリングされるものが、い 16QLB の表示がついている DVD ソフトがこれにあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。